どうもースカイチイエイ。ただいま蒙古タンメン中本の本店に来ております。いやなぜめちゃくちゃ効くじゃないですか。でもお店の人の前で言うのもあれだけど、辛いのは流行らないかもしれない辛いのは流行らないかもしれない。スカイチース辛いのめちゃくちゃ苦手じゃないですか。はい、割と避けてきたというか、はい、けどね、やっぱりこうブームが来すぎて激辛なんです。でもあの名前は聞いたことあって、それこそこの前ウーバーあったのでうちの家に頼んでくれたんです。朝昼で蒙古タンメン来たね。辛いのイメージしかなくて、うん、辛い NG やからうわもう最悪やと思ってて、でもこう頼まれて来たから食べたんですよ、うん、そしたらめっちゃ美味しいのよ。おお、やっぱこう人気なだけあってやっぱ美味しいけど、めちゃくちゃ辛かった。辛いんだ、すっごい。ずっと牛乳と一緒に飲んでて、でも美味しいから辛くなかったらめっちゃ食べたいなるほどね。そう、だから辛くないのももちろんあるとは思うんだけど、そうなんです。なんかいろいろな辛さがあるんですけども、うん、あのまずそもそもの蒙古タンメン中本っていう普通のやつでもだいぶ辛いっていうのがある、はい、だいぶ辛いよ。辛いの苦手な人からしたら結構、俺だって昼から夜にかけて一杯食べたんだよ。ちょっと食えなくて、あ、朝から昼か。朝から昼で、昼も来たんだよ。昼も来てずっと来たの。ずっと食べてたの。いやいや、相当苦手だよね。でもね、そのやっぱ苦手っていうのも、その場の辛さだけなら根性勝負で、うん、その後の体調になってくるから、お尻の中にこうマッチつけられてるみたいな。熱い、熱くなんなよ。熱い、熱くなんなよな。トイレがすごい熱いから、うん、それとかも含めやっぱ辛いのはすごい苦手ですね。いや、もうそうですね。大得意のジンタを今日、誰が大得意や、お前。なんかセオ君が言い過ぎて俺得意みたいになってるけど、めちゃくちゃ苦手ですから。いやでもやっぱり本当に辛いのが、はい、避けてきてる。ジュキッと俺も避けてきてたね。でもね、なんだろう、我慢強いのかな。いや、そもそもあの人の痛みの我慢できる強さみたいな、 あれが高いんだと思うよ。なのかな、体勢的に。でちゃんと辛がるし、ちゃんとラー油とかもだって言えないんですよ、辛いから。なんですけど、あの、はい、まあ、今回テオ君は蒙古タンメン、普通の辛いやつを食べて、普通のオーソドックスなやつ、オーソドックスな辛いやつをやるんですけど、はい、僕はあの蒙古タンメン北極という、北極めちゃくちゃ辛いやつだ。私涼しそうだけどね、なんかね名前は。でも僕だったらいけますよっていういやいや、個人チャンネルでやりますよ、はい、なんでわざわざ巻き込むんだよ。そこは食っとけえやん。もうマガタソとこうやってでっかいサムネでこうやって蒙古タンメン、いやいやいや、それもいつかしますけど、いつかしますけど、そっちにしとけよ。で、でも本当に初なのよ。そうだね、俺はもうこの前食べたもんね。そうそうそう、しかも本当に食えるっていう喜び、はい、これはもうスカイピーチャンネルでしてどこですんのよいや、本当そうですよ。でも本当味は美味しい。辛いけど、一応なんかその辛くなくなるようなトッピングとかもあるらしいんですけど、うん、一旦ちょっとノーマルで味を楽しみましょうよと。行きましょう、早速。だからもう一杯食べきりたい。一杯ずつってことだよね。そういうことです。いやいやいや、頑張ろう。はい、わかりました、お願いします、はい、いや、怖い。じんたんからしたらバレー1年企画がまた始まる感覚と一緒だからいや、1年長い。1年だよ、ちょっとや。俺この1個だと思うなよあ、そっか。俺が8年間どんだけ嫌だったか今日付き合ってくれるんだよね。なんか出ないかな、科学のデータ的に。この人の我慢してる力とこの人の我慢してる力みたいな、メーターね。そうそうそう、メーターみたいな。メーターで例えば蒙古タンメンをこう食べた致死量みたいな、人それぞれ違うわけや、うん、知ってる気になるの致死量って。なんかなんか2から500、幅広すぎ、色分かるか、広いね。そういうの出てくれないと、なんかこうテレビとかでもあるけど、こっちの方が根性ないみたいな。うん、見える。違うやろなるほどね。ちなみに北極ってどれくらいの辛さなの。普通の蒙古蒙古タンメンが5で、単価9なんですけど、1、2、3、4、5、6、どんどんみたいな。これで5だったら俺は北極いけるわっていう方が後悔する。なるほどね。ただそこに慣れると、あの唐辛子の旨味とか甘みが分かるようになってくると元ハンバーグ。なるほどね。そこにこう気づくの、気づけばいいんだ。気づけるかな。なんだ、気づけばいい。いやいや、そんな簡単な話じゃないよ。その北極を食べていく方たちは1年7期待とかは聞かないんですか。月に1、2回ぐらいの方は毎回来てる方多いと思うんですけど、うん、毎日やっぱりちょこちょこ味見してると感覚がこう毎日ですけど体が慣れる、強くなるね。マッコさんがね、ちなみに来てくれてるんだけど、マッコさんは辛いのめっちゃ好きなんだよ。まあそうだね。マッコさんは辛いの食べて次の日痛いとかはあります、あります。あんのか。僕も別に辛いの好きなだけで得意ではないです、うん、
だから中本さんも飛ばしていただくことはあるんですけど、普通のモコパン、これからテオさんが食べるやつ、うん、食べて、辛っと思いながら食べて、うん、次の日痛くなってっていう感じです。じゃ食べます？大丈夫です。いやいや全然食べていいよ。僕じゃあ普通の、僕逆にじゃあ比較するために3のネットラーメン。あ、わかりました。で、いいじゃないですか、うん、で、いいじゃないですか、よしよしじゃない。来たよ。はい、お待たせいたしました、こちらが辛さ9の北極ラーメン。うわ、真っ赤だ。間違えて俺の顔だ。誰も見たくないその真っ赤だ。シッシッ。はい、こちらが当店の看板メニュー、辛さ5の蒙古タンメン。美味しそう。ここが辛いってことですか？ここがあのめちゃめちゃ辛さがあるっていうことですね。左側はただのね、味噌ラーメンっぽい雰囲気が。左側は味噌タンメンっていう辛さ3のラーメンなんです。そこに辛子麻婆が乗ったのが蒙古タンメン。美味しそう。匂いがめっちゃいい。これやばい。全部赤い。怖っ。怖いよ。チンゴシの JK。 シッシッ。匂いめちゃくちゃいいのよ、こうニンニクが効いてて。そうなのよ、めっちゃ、え、ちょっと、これ、普通に美味しそうだ、マジで。うまそうなの、わかります。いや、辛くなさそう。辛くないかもね。え、マジで。いや、でもね、俺、本当に苦手だからさ、一回気づかないうちに行きたいよ。逆に先食い。いや、でも、そこはやろう。やばい、これ。いただきます。いただきましょうか。どうぞ。いただきます。はい、いただきます。うまっ。ああ、めちゃくちゃうまい。めっちゃうまいよ。めちゃくちゃうまい。スカイピースのお二人からめちゃめちゃうまい、いただきました。ありがとう。ありがとう。ありがとう。そんなびっくりした、俺一瞬アイドルライブのあのオタクの人だと思った。いや、うまいね。ちなみに今辛い方を混ぜきれてはないんだけど、これの一杯はいける、一人で。あ、でも待って、すごい、すっごい熱い。熱いね、スキーラみたいな感じ。そう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 、そんな辛いんだ。でもちゃんとね、美味しい。本当にちゃんと美味しい。評論家。交換してみます。まあ、してみますか。もう色が違う、全くね。ね、ちょっと汁気もないし、ドロッとしてるね。うわー、怖っけー。いただきます。うまいが勝つな。え、うまい。本当に辛いんだけど、うまいが勝ってる。そんなことぴったり。うまいが勝つ。辛い、もちろん辛いよ。もうやめたいくらい辛い。めっちゃ熱いし、体調不良みたい。だけどうまいが勝つ。めちゃくちゃ美味しいの。でも辛すぎるな。え、これはもう俺全然わかんない。もう余裕だ。余裕。うまいが勝つって言葉めちゃくちゃ合ってるわ。うまいが勝つ。美味しいです。あざす。ボスに伝えておきます。ありがとうございます。うん。一番最悪の表現、うまいが負けてきてる。うまい勝ってから。うまい、確かにうまい勝ってから。うまい負けてくる。奥に行けば行くほど麺と絡まってるから、すごい。ちなみにフロリー上ってあるんですか？一応北極がその辛さから2倍、10倍まで。え、これからここから10倍。え、2倍から10倍。2倍から10倍。え、上限値がやっぱ10倍まで。10倍。10倍まではやっぱり旨味とか甘みが増すんですよ。ちゃんと美味しく食べるってこと。それ以上になっちゃうとちょっとバランス崩れてるから、やっぱ辛いが勝ってる。十分辛いですよ。スタッフさんは皆さん食えるんですか、北極は。まあ、食えない子もいますよ。全く辛いの食べれないっていう子もいます。でも冷やし醤油タンメンとか塩タンメンっていう全く辛くないメニューが子供の頃からずっと食べてて、あー、好きでっていう。うわー、そっちも食いてえなー。辛くないの食べたことないもん。いや、試合中やな、痛い。いや、俺超えるさえ怖いもん。ドキドキする胸が、口に入れるのが怖くて。いや、でもテオ君のやつはもう俺多分辛さ感じないと思う。感じなさそう。めっちゃうまい。北極食ってからだったら、なんだろう、この感覚。初めてサウナ入った時みたいな、初めて整ってる感じみたいな。へえ。なんか新しい。うわー、すごい汗出てる。夏と冬だったらどっちの方がやっぱ人気なの？夏はやっぱりこう冷たい冷やし系と言われる、冷やし系イコールつけ麺なんですけど、北極のつけ麺バージョンが冷やし味噌ラーメンっていうのが、やっぱそれが多く出るし、冬は北極がよく出る。あ、もうこっちの痛みが引いてきて、これ食べたら全然うまいかって、こっちは。ほんと、ちょっとまた交換するか。
弱っ。辛さを敵にした時のっていうのは唐辛子みたいな顔してるやんっていうか、顔だけがペロって舐めても辛くないですよ。苦い高齢者の油みたいな味の音。高齢者の油みたいな。高齢者の油分からんけど、またニンニクがいいね。ほんとに美味しいです。あざす。うち全部のラーメンにニンニク食ってるとね、ほんと風邪ひかないんですよ。もう6年ぐらい風邪ひいたことある。ニンニクパワーと、ニンニクパワー、やっぱ体が熱くなるから、体温が1度下がるだけでね、免疫力何十パーも下がるっていう。そういうのもあんだ。いやでも本当に思うけど、こんなに辛くてちゃんとうまさが残ってるっていうのが本当にすごい。七味ってね、甘みだけで言うと乾燥する分トマトよりの糖度が高くて、グルタミン酸水も高いの使ってるとうまいんですよ。ただやっぱり辛さ自体は痛覚なんですよ、味覚ではないんですよ。あっつい、いったー、息吐くたびに口の中血がきついよみたいな。何回の、いやーそれすごいわ。俺これでも分かるわ、その感覚。頭ちょっとポワーンってする。分かんないよ。全然分かんない。弱いものの理解もしようよ。ねえ、勝たんなと。お前が分かんないよ。でもっと不足されて普通食べたい。最もすぎる。熱されちゃうわ。あ、怖っ。バンジー飛ぶ前みたいな感じ。苦手な人。いや分かる、ドキドキする。うわ情けないね。もうバンジー苦手な人を下から見ててさ、こう、うわ怖いってこう10分ぐらいやってる時に、いけるいけるって言ってた自分かわいそう。それと一緒に、ね、大木くん頑張って。うわキリキリキリする。俺昨日からキリキリしてた。そういえばこの撮影であるって。さあ行け、早く行け、早く行け。うん、飽きんね。ハハッキーね、このリアクション。ごめん。これじゃないけど。使うところも早送りかカットでしょ。うわ、いった。うわー、すごい。うわ、すごい、もうだいぶない。後から来るから。手が、あれ、やばい、痛がってどうなるんだっけ、手が。熱っ。からがったついでにマリオがゲームオーバーした時の声にはモノマネになるっていう話をさっきしてて。あ、味方はいませんでした。あ、やばい、ダメダメだ。あれ、馬走ってる。ジオンレース菊花賞じゃないよ、今天皇賞じゃないよ。お前デコのシワ濃くなったな。喋れない。もうね、遠くの方に行った。点が近づいてきて、等倍感覚になる。あれじゃない？今食べたんじゃなくて、サウナ状態になるの分かった。え、分かった。あの辛いから、温かい息を吐くたびにベロが痛いから。吸うばかりになる。体の中に酸素ばかりが溜まり、酸欠になる。酸素が溜まり、酸欠になる意味やから。過呼吸みたいになる。過呼吸になるイコール回ってないから頭がクラクラするから来てます。いやでもそうだよ。え、てかサウナいいだぞこれ。これ食べて水風呂入ったら多分、クラクラ回る。ちなみにエガちゃんが食べてたやつって、はいはい、これですか。これの10倍。あーやばい、これの10倍か。帰ってきて辛すぎて、でここ食べた後もう余韻でずっと辛い。余韻に余韻いらねえだろ。じゃあ皆さんの歌詞いただきます。おかえり。ラーメン一発欲しい。ラーメン一発めっちゃ違ってたね。ありがとうございました本日。いや普通で入れるのがまずすごい。食べた後やっぱり辛いよ。上もシャンディシャンになってきたけど、量的にもね、ちょっと3人で分けるんだったらせーんで俺巻き込まれてんの。お前、モテんな。せーんで俺巻き込まれてんの。じゃあ、アンラーメンの辛さ5倍北極で。あ、ぴったりだ。行きましょう。ありがとうございます。北極の5倍ぐらいある。ジャカジャカ。だからさ、ジャカ
と好きだよねのエピソード全部話してみてよ。ちなみに逆流性食道炎の人ってこれ食べてもいいんですかね。個人の判断に委ねます。ですよね。おすすめはしないって感じですよね。いや刺激物良くないですもん。確かに。そうなんですよ。そもそも大食いも全部ダメなんですよ僕。最近60キロオーバーとか目指して、ね、こう増量とかしてるじゃない。夜寝転がってるとちょっと出ちゃうんですよ逆流性食道炎。そうなの。マジで。やばい。本当に向いてないんですあの空気がくって僕それこそ妖精さんとかああいうボケとかまあもともとやってましたけどそれあれは向いてた。1万円客とか向いてなかった体的に。いやでも難しい。やっぱ食べるってさやっぱみんな共通で好きだしさ人間食べないとやっていけない。はいはいはい。でもやっぱ人気コンテンツとかだからもうそういうの多くなっちゃうけどやっぱ妖精さんみたいな人ってさねえなんかもっとあればいいんだよ。妖精さんシリーズじゃないけどさみたいな手を組んでやつできるね。これいけるの。変な話ゴブッとちょっとゲップとかしちゃうじゃないですか。出てくるんですよ。で、こう胃液と一緒に出てきてるんで喉がただれるんですよ。すると声が出なくなったりする。だからレコーディングとかライブ前に大食い企画をやりたくないんですよ。でもね、パンチ力で言ったらね僕の方が弱いんですよ。彼の方が強いんですよ。はい、思ったっすか。北極ラーメンのドロドロ具合がハンラーメンの辛さ5倍でやばい、来ました。これ、お助けバター。あー、ありがとう。お助けバター、ありがとう。え、お前ため口使うのよ急に。ごめんなさい。知らぬさんに。知らぬさんに。ありがとうじゃないで優しいからって親近感を持つな。これが5倍か。うわあ5倍か。バターはこのお助けの。お助けで。お助けじゃ逆に他なんかあるんですか。バターは背脂。背脂お助けなの。やっぱ油系はサラサコーティングして旨味が上がるんで。よしいただきますか。あこ。やばい。見てるだけで。見てるだけで。お腹が。はい。いやいや、分かる。辛い。もう。レモン見て、飲んで、スープが出るみたいなやつ。辛い、どうぞ。トラウマって言うんだよ、それ。これが？これが5倍だ。あ、行っちゃって、じんちゃん。え、だってんの。ねえ。めちゃくちゃ。知らない。早く とか言うなお前。お前が言ったからね。ちょっと小声で。いや。行ってあそう洗濯バサミギューン掴まれてる感じ。え違うかどうです1と5。え痛みが強くなった。うまみ的にはいます。うまみいます。やっぱり人気なだけあるね。うまみいる。でもまあ俺好きか嫌いかだったら全然好きじゃない遠慮して好きか嫌いかじゃないでもちゃんとうまみある。てか美味しい。ちゃんと訓練しないと。もちろん。あでもよかったな、ジンタが。あ、デブ。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 あれ？ちょっと待って。あ、カシャカシャカシャ。胃に穴開いてます。確実で。そうだ麦茶。お疲れってことだ。お疲れってことです。麦茶飲んだら冷たくなるの右背中。こんなんでこう冷たくなるのかな、この辺がと思ったら。この辺、冷たいの。穴開いてます。出ちゃった。出ちゃってます。全然続かない。これだけ食べる。食べてみ、一口だけ。あ、僕ですか。いやー、これでマコさんが辛いって言ったら本当に辛いよ。いや、そんな強いやつじゃないですけど。マコさんでもさっきのは美味しかったな。美味しいです。まあ、スープ一口だけです。それスープっていう。わかんない。ルーみたいな感じで。うわー、いくね。うまいっす。うまいんだ。でも一口だ。でもうまい。めっちゃ辛いの。うまい。これすごいと思う、うん、本当にすごいと思う。これ失礼かもしれないけど俺言いたいのはふざけてない。ちゃんとなんだろう、ふざけた辛さじゃないってことね。そうなんだろうね。辛いだけじゃない。とりあえず辛くすればいいやバンバンバンじゃないの。ちゃんとやっぱちゃんとうまさを追求してうまみがあるところをちゃんとやって辛くしてるから。確かに本当にすごいと思う。知ったような口を聞くな初めて食ったやつが初めて食ったやつが
通ったやつが言うんだよ、それ。そうだ、まさにね、おっしゃる通りだ。本当にそうです。あ、僕も思ってます。ほら、お前辛いだけなら誰でもできるし、もう我々宇宙に辛いもの作れるけど、まあ、それじゃ意味ないんですよ。うまくない。だって辛いラーメンのお店、ここしか知らないってことは、そういうことで、ここのみが辛さ、うまさを追求したわけです。そう、本当にそう。すごい。大丈夫さん、これに専念してもらって。協力戦だろ。おぉ、すいません、ダチョウやっちゃう状態じゃない。今、口周りはこの店に着いた時と一緒です。おぉ、あ、じゃあ、だいぶ回復してる。お腹が1000年後ぐらいです。腐敗してます。うまい。やばい、またサウナが来た。プラプラ、またサウナが来た。中卒だな。中卒じゃない、中本です。中本だ。プロタンが間違えたやつだ。でも初めて知ったの、これ。いや、でも確かに蒙古タンメン中本だったのは、プロタンが、はい、中卒って読み間違えたじゃないですか。はいはい。それはどう思ってますか。いや、最初、わっと思ったけど、でも、読み間違えるよなって思って。あ、優しい。でもそれきっかけで初めて知ったんですよ、それで。あのね、もともとセブンイレブンでカップラーメン出した時に、スタッフさんが間違ってよく書いちゃってて。なるほどね。それまあ、知ってたんだけど、プロタンが行った時に、その名前が先走っちゃったんですよね。中卒っぽいもんね、なんかね。あの人が中卒なんかなっていう風に勘違いされた方が結構いたみたいな。そういうことね。ボスは無敵ですか、辛さ。ボスはやっぱ強いですよ。だってもともと中卒を好きで食べてた。何がお気に入りなんですか。お気に入りは味噌タンメンも好きだし、北極も好きだし、冷やし味噌ラーメンとかもすごい好きだし。ボスは一覧ですね。こいつも辛くない。ボスお肉が美味しそうですね。肉美味しいです。もうびっくりですね。最初のこれでなってたのがもうないっていう。うん、まあ見ちゃった。慣れてるんですね。俺全く辛い感じないです。できるの。豆腐もらおうかな。ない。豆腐じゃない。何それ。チーズ。バター。バター。早かったな、先生。初めて見たんだけど、これ。なんでこの動画から急にやり始めたの。すごいね、でもね。すごいですよね。本当は得意なんじゃないですか。お前、食べれないもん、苦手な。苦手な人は食べれないですよ。なんか今、根性なしみたいな感じで映っちゃってる。だって、闇どう、触りだ。いや、でも、なかなかの男気。うん、ありがとう。すごい。でも本当に美味しいからこそ。好感度も爆上がり中。好感度まで爆上がり中。みんながこっちを選ぶ。こんなやつ選ばないの。ジンタの中ではもう10もいけるかもって思えるぐらいの、もう量的な問題できついだけ。まあ今量的には来るよ。いやだってすごい、さっきの北極食べた時これ1杯ぐらい飲んで、ここに水を溜めてないといけない時あるから痛すぎて。普通に喋れるし笑えるじゃん。こうじゃ笑った時のこのあったかい息が痛すぎてってなっちゃう。辛いの嫌いなだけで食べれるのかな。あー、言うたら俺のナスみたいな感じだ。あー、そうそう、食えるけど。食えるけど自分では頼まないよって、うん、なのかもしれない、もしかしたら。すごい。そうしないと俺が最強すぎておかしいことになってくる。そういうことないのに今まで話していたんで。僕ダメ来てやった。それはもう10いくの。いらない。食えない。辛さに遺伝とかあるんですかね。ないと思います。ただやっぱり日常的に辛いのが好きな両親がいたら自然と摂取しますよね。確かに。家庭で出てくる。確かに。でも俺は全く一番最初北極食べた時から二度と食わんと思って10年あったんです。でそれでまあ俺初めてハマって。うん、すげえ。じゃあ元々苦手というか。いやもう辛いの全然ダメです。もう味噌タンメンですらもう熱くやるとるんかい。ラスト。よいしょ。うん、おいしい。うん、おいしい。おいしい。でも辛い。これでも辛いですわ。すごい。すごい。もうすごいよ。初めてでもやっぱ辛いさ辛いですよ。うん、辛いですね。最後いただくか。そう、お茶もらってもいいですか。すいません。ちょっとバター入ってマイルドになってはいる。うわー、怖え。大じゃない。5辛か。45辛っす。45辛か。45辛やんだ。5倍になるんで。5倍か、そうか。怖っ。キャーン。ちょっと味わうね、ちゃんと。これだけなんで。俺
最後まで見てくれてありがとう。もうこたんめん中本うますぎるんだけど、うますぎて辛さよりもうまさが勝つから、結果やみつきになって好きになりました。次回のスカイピソは天国と地獄の経験しても同じ3時間で帰ってこれるの？それでは楽しみに。せーの、ピース。